思っております。はい、よろしくお願いします。で、まあ、経歴なんですけど、まあ、僕はまあ、昨年の春には大学院を修了して、まあ、社会人1年目で、はい、やってまして、で昨年4月に東京に就職したんですけども、まあ、今年2月に異動によって大阪に戻ってくる来たというような状況になってます。で会社はハイドロソフト技術研究所という建設関係の、まあ、解析を主にやってる会社で、まあ、土木関係なんでちょっとオープンホームとは向いてる方向が違うかなというふうな感じです。学部の卒業論文で有限オスポをやって、で修士論文では、まあ、待機環境をやってました。で、まあ、修論とか公開してます。まあ、興味あったらどうぞ。自分の興味なんですけど、まあ、僕はちょっと何が正しいか何をすればいいかっていうのをちょっとここ数年悩んでいて、でそれで自由ソフトとかオープンデータとか、まあ、いろいろ組版とかそういうのにいろいろ興味関心を持って今勉強しているところです。で Ubuntu とか Vim とか使ってます。はい。で昨年はいろいろ東京で、まあ、イベントが多かったのでいろいろ勉強することで Python のカンファレンスとか TIFF ユーザーについてとか、まあ、LibreOffice のカンファレンスとかになんか参加したり、まあ、発表したりとかしてました。はい。で、OpenCA 関係では昨年の3月に、まあ、ちょうどこの時期ですね、ここの関西の勉強会に初めて参加させていただいて、まあ、その時自己紹介、まあ、程度、まあ、その程度にしか しませんでしたけど、まあ、その時の資料ここにあります。で関東の方で、まあ、ちょっと、まあ、あるというのを知って、まあ、2回ほど参加して発表もしてきました。はい。で、まあ、そうですね、まあ、あんまり、まあ、いいか。今なんですけど、僕はちょっとあんまり、まあ、多分イレギュラーだと思うんですけど、あんまり CAE をやる動機とかモチベーションっていうのがなくてですね、まあ、日常生活でうまく CAE をどう役に立てるかっていうのをちょっと思いつかなくて、あと仕事でもあんまりちょっと活用するタイミングがないなと思っていて、ちょっといろいろ悩んでいて、いろんな人に聞いています。でこの勉強、この参加者の人はどういうモチベーションとか理由で、まあ、CAE とかやってるのかなっていうのをちょっと僕は興味を持っています。で僕としてはこの勉強会に参加する、まあ、姿勢としては、まあ、面白そうな発表を聞くか、まあ、自分が発表するという自己満足のために参加するという、まあ、そういうスタンスです。はい。で、まあ、なので、まあ、大体 2,3 ヶ月に1回とか、まあ、ネタがあったら参加して発表して、それで満足して帰るという、そういう感じになると思います。はい。で、まあ、今後やるとしたら、まあ、修士論文で待機環境をやっていて、それでいくつかモデルがあるので、それの紹介とか、まあ、待機海洋分野で標準と言われるネット CDF というファイル形式があるんですけど、これの操作についてあんまり情報がないので、まあ、これについて自分の知っているところを公開できしようかなというふうに思っています。はい。まあ、こんな感じですね。はい。まあ、でこの辺見たら、まあ、僕がどういうところに興味関心があるのかっていうのがちょっと分かっていただけるのかなというふうに思います。思います。はい。まあ、自己紹介はこんなところです。はい。で、すみません。で、次発表の方に、ちょっと移りますね。で、今回、まあ、オープンホームとは、まあ、ほぼ関係ない話なんですけども、まあ、Introduction of Python EasyDex Module for AutoCAD DX File ということで、CAD の DX ファイルっていうファイルがありますね、ファイル形式が。ちょっとこれを Python から操作するライブラリをちょっと見つけましたので、それについて紹介したいなと思っています。あと言わせますけど、このロゴなんですけど、昨年の、まあ、2回目の、まあ、11月末に僕がオープン CA 勉強会で参加したときに、まあ、勉強会のロゴがあった方がいいんじゃないかというのを Twitter で発言して、いろいろそれで議論があって、で、関西ではこういうロゴがあるっていうことをして、ちょっと片山さんの方にいろいろ用意していただいて、で、川内さんにちょっといろいろこれを交換して使えるようにしてくださったということで、僕がちょっと配置を変えて活用させていただいてます。ありがとうございます。で、はい。で、内容の方に移ってきますね。で、話の流れとしてはこんな感じです。まあ、どういうライブラリがあるかとか、まあ、そのライブラリを使うためにどういうデータを使ったらいいかとか、で、あと EDXF はどういう感じで使ったらいいか、まあ、ちょっとここあんまりまとめきれなかったんですが、簡単に要点、大事なところだけ紹介します。で、背景なんですけど、まあ、ちょっとこれ、まあ、業務と関係、仕事と興味、関係あるところでして、まあ、土木関係で河川とかの解析をちょっとうちの会社でやってて、まあ、僕もそれを手伝いしてるんですけど、まあ、モデルの作成の計算の、まあ、メッシュとかを作成するときに使うんですけども、平面図と横断図っていうのがちょっと、まあ、
この土木系の用語区かなんかしてるんですけど、あの上から見た上空から見て、あのこの地物と見て、その河川の輪郭をまあトレースして、大体どこを計算領域にするかっていうのを、それで平面分布をあの決めて、で測量線っていうのがあって、それで河川がどういう起伏をしているのかっていうのを見れて、でこれで地形の高さの分布を見れるんですよね。でこれで、まあ、横断図と平面図からあの CAD を、まあ、トレースなんですけど、それでデータを取ってきて、それをうまく使って計算でミッシュを作るというような、そんな感じでやってます。でこれで問題なのが、その CAD を手作業でトレースするっていうのが結構必須で、例えば横断図だと、例えばここでも 1,2,3,4,5,6,7,8 とか、もう8段目あるんですけど、これが30とか40とか、まあ、普通に来るわけですよ。で領域が広くなればなるほど、当然このトレースとかもあのちゃんときれいにやらないといけないとかあって、とてもじゃないけど手で全部あのトレースしてデータを抽出してっていうのはやっていられないっていうことで、いやどうにかなんかいい方法ないかなっていうのを調べていまして、あのいろいろやってました。 で CAD データなんですけど、まあ、大体、まあ、2次元の CAD を、まあ、大体仕事とかで使っていて、まあ、大体 DXF か DWG、 あと JWW っていう JWCAD っていうファイルでソフトで使われているフォーマットがあって、まあ、大体この辺なのかなっていうふうに僕はちょっと思っていて、で違いなんですけど、 DXF っていうのはまあテキスト形式で、まあ、これもオートキャドっていう会社があった、オートデスクがこう、まあ、作ったフォームなんですけど、これは仕様が公開されていてテキストで、まあ、プログラムとかでパースとかがしやすい、まあ、CAD 図面で、まあ、デファクトスタンダード的、まあ、存在かなと。DWG はあのバイナリ形式で、まあ、クローズで、まあ、オートキャド専用のファイルなんですけど、まあ、データサイズが小さいということと、あと、まあ、こういうファイルで来ることも結構あるということです。であとは、なので、DXAF 形式に結局 DWG もあの保存して、でテキストにして、でまあ、ライブラリでアクセスしてデータを抽出できればいいのかなというような、そんな感じですね。で、DXF ライブラリについて調べたので紹介します。ライブラリをどう選定するかっていう、まあ、なんですけど、まあ、いろいろ言語ってありますよね、プログラミング言語って。で、まあ、僕がまあ使えるのは Python くらいなんで、まあ、それを結局は使うんですけど、まあ、参考情報として、まあ、他にもどういうものがあるのかっていうのを比較すると、まあ、いろいろまあ、検討できていいのかなというふうに思っています。で、まあ、でこの Python と Ruby と C ですね、大体この辺がまあ最近はよく使われているような感じなので、この辺をちょっと調べました。で、これが Python の DXF ライブラリを調べた結果です。で、まあ、5つありましたね、あの使えそうなのが。で、であのただこの上3つ、DX グラッパー、これ読み込みのみ、DX ライト書き込み専用、DGDX 読み込み専用なんですけど、まあ、サツタが同じということで、まあ、おそらくこの DX グラッパーとライトを、の成果を EGDX で使っているのかなというふうな、そんな印象でした。あと PyFormX はなんか 3D モデルのプログラムで、ちょっとこれは、なんかちょっと違うかなと思って、あと SDXF は書き出し専用で開発も保っているので、まあ、結局 Python で DXF ライブラリをやるなら EGDXF 一択かなと思いました。まあ、この辺は、まあ、以前夏頃にブログにもまとめたんですけども、ね、で続いてちょっとこれ PyFormX っていうのをちょっと気になって興味があったので、ちょっと、抜粋ですね。なんか PyFormX っていうPython のプログラムで3D で、なんていうか、そういう STL とかそういうメッシュとかのなんか変換とかを処理するためのプログラムで、結構これなんか後編して良さそうだなっていうふうに思いました。まあまあ、これはただの紹介程度です。はい。こういうのがあって、なかなか興味深かったです。で、続いて Ruby なんですけど、まあ Ruby は日本で開発されていることで、日本語の情報が結構、まあ、あるんですけど、まあでもあんまりライブラリがなかったですね。3つですね。DXF と Ruby、DX リーダー、DXFin、Ruby っていう。大体1で、まあちょっと僕は Ruby 使えないんであんまりよくわかんないですけど、でもバージョン番号とか開発状況見ると、まあそこまでかなというふうな感じでしたね。まあどっちにしても DX ライブラリの数としては少なくて、日本語でも英語であっても情報は少ない。で、Python で EGDXF が今は一番開発が盛んかなというような印象でした。で、あと、まあ補足として、C 言語では LibreDWG と DXLib っていうライブラリが一応あるそうです。はい。で、ここからです。で、EGDXF っていうライブラリが、まあ、選定できますよね。これをどうやって使っていくかっていう、そういう話になってますね。で、CAD データ、どういうものを利用可能かっていうところなんですけども、まあ、自分で作るか、まあ、配布サイトかダウンロードするか、まあ、この2択しかないかなと思うんですけども、まあ、自分で作る場合にしてもどういう CAD ソフトでやるかっていうのは、まあ、僕、Linux、Ubuntu を使っているので、Ubuntu で動くかどうかっていうのは、まあ、かなり大事なんですけども、で、それを考えると、動くものっていったら、僕は知っている限り JWCAD と LibreCAD、まあ、あと FreeCAD もなんかできるかもしれないですけど、あんまりちょっとプラグインで、
やできるとかなんであんまりいいかなと。でリブレキャドは個人的には 2D CAD でベストかなということで、まあこれは普通にデータ確認なんで使ったらいいかなと思ってます。で配布サイトかなと思うんですけど、まあ、結構家具とか建築材メーカー企業でなんか自社製品のそういう、CAD データっていうのを配布されているようです。ただなんか個人企業のみでちょっと使いづらいなということで、もうちょっと緩いライセンスの配布サイトをちょっと探しました。で、CAD データの配布サイトをいろいろ調べまして、まあ、見つけた、いろいろありまして、まあ、まあ、こんだけですね。まあ、もっとたくさん探したらあると思うんですけど、で、コメントをすると、上2つは、結構ライセンスが緩くて、使いやすいかなと、いろいろまとまっていていいです、ね。で、個人的にちょっと気になったのは、このホームエッドっていうサイトが、TOTO っていうトイレとか磁気とかを作ってるメーカーですけど、あそこが、まあ、CAD データを公開していて、2D と、あと 3D の CAD データをなんか配布していて、ちょっと、まあ、基本に面白いなというふうに思います。なんかあったら使ったら、ちょっと面白いかもしれないなと思いました。で、今回は、この CADDATA.com っていうサイトが、種類数制限から最も有力な配布サイトかなと思ったので、ちょっとこれを使いたいなと思います。で、ここは DXF とか DWG、JWW のフォーマット、あと 3D の、フォーマットでもいくつか配布されていて、で利用規約も結構有力くて、素材は、投稿した人に責任があるっていうふうな建前になっていて、まあ、だから商用利用とかも、まあ、可能っていうふうになっていて、まあ、使いやすいサイトだなと思いました。はい。で、ちょっと面白かったデータを見つけたんで、はい、紹介ですね。なんか太陽の塔とか、なんか、アンドロイドのこととか、本当のこととか、結構こういうのがあって、ああ、面白いなと、まあ、まあ、そんだけです。はい。思いました。で、ちょっとここから EGDXF の話に入りますね。で、EGDXF は Python のライブラリで、まあ、Python 2でも3でもどっちでも動きます。だけど僕は Python はもう2を使う理由は特にないと思っているので、Python 3でいきますね。で、まあ、Python 3 PIP にインストールしたらすぐできます。公式サイトにここで、ここ行ったらサンプルとかあるんですけど、まあ、ここにサンプルで実行すると、まあ、こういうふうに、これリブレキャドで開けるんですけど、まあ、CAD DXF で文字を打って、下に線を引いてという、そういうサンプルが、Python だけでできるというようなものになっています。詳細はちょっと後で。CAD ファイルで、まあ、基本概念として、CAD って僕はあんましよく分かってなくて、なかなか勉強するのも結構大変だったんですけど、なんか3つのレイアウトというのがあって、モデルスペースとペーパースペースとブロックというのがあって、で、基本的にこういうラインとかのデータはモデルスペースというところに入っているようで、あとエンティティという用語があって、これは CAD で扱う図形要素で、まあ、それ、一つの図形要素をエンティティっていうふうに、呼んでます。で、なので、このモデルスペースのエンティティを基本的には認識するというふうな、ことで、データアクセスとかはできるというふうに考えています。で、読み込みなんですけども、例えば DXF、まあ、test.dxf っていうファイルがあったとしたら、まず、リードファイルでこのファイルを、まあ、一気に読んで、で、その後、モデルスペースにアクセスして、これをやります。で、ここから、その後に個別のエンティティにアクセスするには、まあ、方法が2つあって、クエリっていうメソッドがあって、これで条件を指定して、一発でその、オブジェクトを取得するっていう方法があるのと、まあ、これがエレガントでいいかなと思うんですけど、あともう一個は、このモデルスペースに全部オブジェクトが入っているので、これを丸ごとループをかけて、if 文でその属性とかで分岐させて必要なものを取るっていう、そういうやり方が、まあ、あるかなと、まあ、他にあるのかもしれないですけど、僕はこの2つしかないかなというふうに思っています。はい。で、書き込みなんですけども、まあ、これもそんなに、ここだけ見たらあれなんですけど、ただ、書き込みのファイルを、まあ、ここで開いて、で、書式を、まあ、レイヤーをどうするとか、色をどうするとかあるんですけど、そういうのを設定して、で、値を、まあ、で、ここで、まあ、アドポリライン 2D っていうので、値を書き込んで、最後保存するっていう、まあ、そういう流れになっています。はい。で、で、ここで、まあ、実データを使った例として、さっきのデータ .com で、CAD データ .com で、こういう、まあ、暴発ミミックっぽい画像、データがあったので、これをちょっと、使って、サンプルをやります。で、これをダウンロードして、リブレキャドで確認するとこんな感じに表示されます。で、レイヤーが、まあ、一応2つほどあって、この0っていう方にこういうエクボとか、これ全部ポリラインなんですけど、こういうのがあって、あと残りがその、それ以外の部分っていう風な感じになってます。で、これで、とりあえずポリラインだけ抽出して、別のファイルにそれだけ出力するっていうのをちょっと書いてみました。で、ファイル名がここにあるので、まあ、さっきと申したような手順で、ファイルを開いて、モデルスペースを取得して、このポリラインだけを取得して、で、それをループで回して値を取得するっていうのをやって、で、あとこっちでも書き込みのファイルを開いて、属性を指定して、まあ、XY の平面なんで、まあ、それで、X と Y の情報だけは、
与えてポイランを引いてセーブするっていうようなことをやりました。で、まあ、これで別のファイルにこのポイランだけを抽出するっていうことができました。はい。で、まあ、EGDXF の仕様として、まあ、ちょっと不十分なところがあって、寸法線っていうのはあるんですね。どこからどこから何どれくらいの長さっていうのを示すような、そういう自分で作業しているときにちょっとここの長さどれくらいかなっていうのがあって、それを例えばシフトさせたりとか、そこの、寸法線の長さとかも取得できたらいいなというふうに僕は思っているんですが、これは未実装です。あと、AutoCAD のすべてのファイルに対応できているわけじゃん、DXF のすべてじゃなくて、この AC104 が、Release14 っていうファイルには未対応で、ちょっとこのサンプルを作っているときに開けなくてちょっと焦りました。はい。で、あと、ポリラインとかポイントとか、まあ、いろいろなんか LW ポリラインとかいろいろあって、ちょっとそれによって、座標の取得の仕方から、ちょっとメソッドが違ったりして、まあ、それでちょっと僕は結構戸惑ったので、まあ、そういうのがちょっと違うので注意してくださいねというような、そういう感じです。はい。で、まあ、組みなんですけども、まあ、DXF のライブラリを操作して、自由に使えるキャドデータも調査しました。で、Python の EGDXF ライブラリを紹介して、まあ、インストールから、まあ、簡単な読み書き手順を紹介しました、というような感じです。まあ、以上です。ありがとうございました。はい。何かコメントなどあったら嬉しいです。最初の、まあ、なんか断面、皮の断面ですか。はい。ああいうのを取ろうと思ったときに、単に書けばいいとかいう、書く方法なんか使えればいい形なんですか。確保深さを計算したい、計算もあれですけど、その読み書きでどう使われてるのか、はいはい、どう使うか、例えばこれだったら、まあ、この輪郭線がどういうふうにやってるかっていうのは、その XY で、まあ、どういう線領域なのかっていうのと、あとこっちは実はここにもう一個、ここに基準線っていうのがあって、ここに例えばここを基準線、標高30メートルとかですよっていうのがあるので、そこからここの実際のこの地形のなんていうか基準線との差で、なんていうか、そうです、標高を取得するっていうような感じで、それで、やってます。で、まあ、この輪郭線の値を取った後に、まあ、社内で持ってるなんかそういうメッシュを作るためのプログラムがあるんで、そういうのに入れてやるっていうような感じで作ってます。はい。なんかさ、ここから保管してって、なんか、その体積を求めるとか、はいはい、そういう話はあまりない。体積を求めるとか、ですか。そうですね。そういうのは別に、いや、私も同じじゃないんですけど、はい、その辺ちょっと見てもらったんですけど、圧縮機で、はい、圧縮機構ってだんだん部屋が小さくなっていくんですね。はい。で、CAD のこの二次元図で、まあスプライトが出てくるんですけど、はい、そこからどうやって面積を求めるかなと。まあ、一旦 DXL の中で読み込んできて、はいはいはい、最初に何か上げててもらったやつになんとかあったような気がするんですけど、でそこから、メッシュ切るんですね、はい、サイパイかなんかにあるやつでメッシュ切って上げて、はい、でただそのメッシュ切ろうと思うとなんかこう線の重複するようにこうなってしまうんで、なんか引かないとうまくいけないんですけど、そういう風に使おうかなと思って途中で終わってるやつがあるんですけど、あ、そうですか。その時に、何が言いたいかって、点をこう線、単に線データだけなんで、はいはいはい、結構この線とこの線がつながってますよっていうのを、はいはい、ですね、全部見ていくのが結構大変だったんで、なるほどなるほど、あ、なんかその辺どうするとかないかなと思ってます。まあ、それライブラリがあります、ね。別であります。ちょっと、この作業とは関係ないんですけど、僕もちょっと別で、ちょっとそういう、線と点、線が重なってるか、取得したい時があって、なんだったかな、なんだったかな。ちょっと名前が出てこないけど、そういうライブラリがあるんですよ。結構 GIS 関係のライブラリですけど、GIS 関係のライブラリで、名前がちょっと、パソコン調べたらすぐわかるんですけど、なんて名前だったかな。ちょっと後でお知らせします。そういうライブラリがあって、それを使えば簡単にそういう判定ができます。
これの関しての前の自己紹介です。あ、自己紹介です。あ、ありがとうございます。はい。あの、テグルの発表したって言ってるんですけど、なんかテグはオワコンかっていうのが。あ、はい。あ、気になりますか。気になって。あ、そうですか。ありがとうございます。なんかテグのその、あれですね、なんかユーザーの層でテグはオワコンなのかっていう話が、これ結局、なんかすごく気になってる、ね。あ、気になります。発表してきました。はい。発表してきました。結構反響がありましたね。まあ、僕はテフはオワコンだと思ってますよ、はい。まあでも、まあ実務で必要なら、まあそれは仕方がない。代替するものが今はないので、まあ使うしかないですけど、僕はあの CSS 組版っていう次世代の組版があるので、僕はそれが将来の表示になると思って、それをやっていきたいなと思ってます。テフはもう古くて、もう将来性もないので、僕はもういいかなと思ってます。まあでも必要なら使うしかないですけどね。今はこれしかないので。はい。まあ興味あったら、まあ、スライドを。ください。あの、この資料も公開しますので、はい、後で。どうですかね、CA 関係だと結構数式とかがあの多いので、なんかもうテフを使うしかないのかなとか、なんかどのようにされているのかなっていうのがちょっと気になるんですけど、他の人は。はい。モチベーションとかってやっぱり皆さん業務で使うとかそういう感じなんですかね。学生さんも研究で使うからやる参加されるとか多分そういう感じだと思うんですけど、日常でなんか確か前回の勉強会でなんか何だったかな、あのシンクのなんか歯磨き粉がなんか水をはじくとか結構なんか日常的なちょっと面白そうだなと思ったんですけど、なかなか日常生活でうまく使う方ってないかなと僕は考えてるんですよね。ないですかね、やっぱり難しいですかね。日常で、ないですよね。うち、あの家の、はい、どうでもいいんですけど、家 の, かんあのマンションで換気口のこの、なんていうかな、まあ、家通、換気して、はい、24時間換気してるんですけど、外からの通風経路でなんかめっちゃ埃溜まるんですよ。どうですか、解析したい。あー、いいですね。ただ、しても家改造するわけじゃないし、役に立つかって言われたら、うん。なるほど。めっちゃ埃ついて、なんか汚れて、なんかそこシート張ってるんですけど、あ、そんなぐらいはたまにあります。あ、なるほど。別にモチベーションにはなってないんですけど、まあまあ、なんか、まあ、言っても、仕事で役立つというのも、どうなんですか、常連さんの人らはもう単純に CE が好きな人が多いんですよ。ああ、なるほど、好きっぱい。まあそうですね、まあ、それもいいですね。好きなのもそうですし、なんかやっぱりオープン CE、オープン CE ってまだ使いづらいところもあるので、なんかしたいねっていうところもある。あ、なるほど。それがやっぱりちょっとモチベーションになるかもしれないですね。なるほど。攻略心というか、ああ、なるほど。制服用なんかこうすると使いやすくなるんじゃないとか、なんかちょっと考えて、ちょっとそれがうまくいくと、ああ、面白そうだとか、そういうふうなものをなんかこう、ちょっと他の人に使ってもらうとどうなのかなっていう。ああ、なるほど。そういうふうな反響みたいな感じですかね。ああ、そういうふうな、あれっていうんですかね。なんか何か言ってたけど、アーティストに似てたかもしれない。アーティストですか。歌手とかああいう感じで、はい、あ、なんか自分がこういう風な歌を作ったんだけど、どういう風な環境を変えられるかなっていう、そういうところなんだなと思いますけどね。なるほど。私はそんな感じがします、自分では。あ、なるほど。基本一緒ですよ、面白そうな発表で自分がなんで面白いか思うかで、まあそうですね。発表する自己満っていうのは、まあそうね、あそこの業はだから基本は一緒で。あ、そうです。こんなに使っちゃうんですよ。こじらせるところです。なるほど。もうオープンホームの話最近ないですけど、オープンホームの話をメインに持ってこなくなりました。あ、そう言われると、うん、なんか変な方向行ってしまって、しかも戻ってきたんですけど、ちょっと会社で逆にがっつりやってると、はい、あの触れたくない時があるかっていうのは。あ、うん、なるほど。会社のネタはちょっと出せないんで、そういう意味ではちょっと線を引いちゃいますね。ああ、ちょっとあんまり会社で外見すぎると、どこからが自分がやったもので、どこからが会社のものなのかよくわからなくなってきて。あ、なるほど。それを調べたりとかして、こ
これはいい、まずいなっていう時はあります。ああそうです。家で調べてて何し食べてんねん。最後は個人にもなって将来のためにまあ一番は反響を返してくれる人らが周りにいない人らが集まるんでしょうね。あ、これはそうかもしれません。理解を求めた人理解を求めて集まってる。会社の中でやってると反響ないですもんね。理解されようともしてないです。しようともされないし。でも使ってる分って使うってことはそんだけでやっぱりそれだけ認められてるってことじゃないですか。その実績とかやっぱり。あ、そのな正しく評価は多分されてないような気がする。あ、そうなんですか。出したらおおすげえほんまかってこう思ってる人もいれば。そんな信じひんぞっていう人で結局歩み寄ろうとしないで、あ、そういうことかもしれんな、でもっていうふうな、だから孤独は孤独かな。わかりました。そんなところですかね。じゃあ一旦終わりますかね。じゃあどうもありがとうございました。お疲れ切ってしまった。